はいどうも、ひろしです。えー、っとですね、ちょっとこれ、ツイッターで、まああのーまあ、本のスクショが回ってきたんですけども、あの大川隆法ちゃんがですね、あのーまああの真実、真実であるというふうに言っているね、あのー、霊言がですね、実はもうその霊言が、 嘘つきばっかりだと。まあ、嘘ばっかりであるということを自分の口で言っている、えー、箇所が、えー、ございますということでね。あの、ちょっとこのスクショの画面をね、あの、下にリンク貼っておきますんで、ちょっと見ていただければと思うんですが。あの、まあ、これね、まあ、どういうこと書いて、どういうこと書いてるって、ああ、かと言いますと、まあ、その、まあ、霊が憑依して、で、憑依したその霊が結構嘘を言う場合があるっていうことを、あの、竜郷ちゃんが言ってるわけですね。<laughs> だから、まあ、ま、あこれなんかその、僕これ確かこの本ね、タイトル忘れたんですけど、読んだことあるんですよ。 うん、確かね京子さんと、えーまあ、ファーストマザーのね、京子さんと離婚するあ時ぐらいに確か出た、えー、本で,で京子さんがその、まあ、霊言ができるっていうねあの話だったから,から京子さんがやってる霊言と龍穂がやってる霊言の内容が違うっていうので、まあ、それに対する、まあ、言い訳として、えー、と出した本だった気がします確かこれは僕当時あのリアルタイムで読んだのを覚えてますそうだからねちょっと改めてこの文章を読み返してみたらまああの <laughs> 霊言あの、霊言の中でも、その、まあ、入ってる、その霊人が、あの、まあ、自分を大事にしてほしいとか、あと自分のことを売り込みたいとか、ああいうふうに思ってる場合は、えー、嘘をつくことがあります、ということを、<laughs> えー、大川隆法が、えー、本人の言葉として、えー、書いています、ということでございます。隆法ちゃん、隆法ちゃん、自分で霊言嘘って認めちゃってんじゃん、ね 竜ーちゃーん。ねえ霊言は真実え科学的事象があるとか、あの、ピーチクパーチク公式見解で言ってるけどさ、自分で霊言は嘘つきばかりってね、言っちゃってるよね言っちゃってるよね本音出ちゃったね竜ーちゃん。あれあれどうしたのかなー えー、竜光ちゃんね。まあ、そもそも話なんだけどさ、霊言ってね、あの、君がね、1981年ぐらいにね、あの、突然ね、えー、大学時代に好きだった彼女に振られたから始めたね。ま、あなんか精神作乱かなんか起こして、えー、始めたね。<laughs> 霊言ね。あれだってさ、最初、出版社に自分のことを売り込みに行くためのネタとして作ったんでしょね、あのー、だからあれでしょ自分を出版社に売り込むため、無名の 何の力もないもうブサイクな童貞の青年中川隆くんが本を売りたいために自分は神の言葉が聞きますという設定を作って自分を売り込むために目立つために作った設定でしょ霊言って。ねえ隆ちゃん隆ちゃん中川隆くんねえ自分で嘘だって認めちゃったねあれあれどういうことかなリコちゃん反論できるかな アンサー動画出せるもんなら出してみなー。はい、ということでりゅほちゃんが霊言を自分で嘘だって認めている箇所が見つかりましたので下に貼っておきます。是非皆さん読んでみてください。これね原著ねこれ何の本に入ってるか僕忘れちゃったんでなんか分かる人いたらちょっとコメント欄とかで教えてください。そんな感じで。りゅほちゃんどんどんポル出てくるね